髪の悩みに対処する食事療法をお伝えします。今回は体質に合った食事療法をお伝えします。体質が分かりにくいので症状に合わせた食事療法という形になります。不眠、夢をよく見る、仮のかけ忘れ、電気の消し忘れなどふとしたことを忘れてしまいがち、めまいや立ちくらみが気になる方は次の食品を中心に献立メニューを組み立ててください。ほうれん草、人参、ライチ、ぶどう、豚足、豚レバー、羊レバー、牛レバー、イカ、マナガツオ、タチウオ、卵黄、物忘れがマシになったり立ちくらみが軽くなってくれば変化が出ていると判断してください。これらの食材を献立に取り入れてみてください。次は口の渇き、頬が紅潮している、夜眠れなくて暑くて暑くて体がもだえるほど暑さを感じるとき、このようなときには次の食材をメニューに取り入れてみてください。小松菜、アスパラガス、梨、ぶどう、黒豆、白きくらげ、黒ごま、松の実、牛乳、鴨の卵、うずらの肉、すっぽん、クラゲ、ホタテ貝、牡蠣、これらの食材をメニューに取り入れてみてください。口の渇きがマシになってくれば効果が現れていると判断してください。肩が凝っても痛みを感じる、打撲をして後の青あざが治りにくい、生理の時の痛みがきつい、体が冷えると痛みが悪化する、このような時にはチンゲンサイ、クワイ、ナス、カニ、酢などをメニューに取り入れてみてください。これらの食品を摂取して数ヶ月後に痛みを感じなくなってくれば変化が出ていると判断します。次に疲労困憊、口だけでなく喉まで渇くとき、夕方になってくると体が熱くなってくる、眠りが浅いなどの症状があるときはレモン、リンゴ、梨、キウイ、バナナ、ごま、白きくらげ、蜂蜜、乳製品などをメニューに取り入れて実践してください。口や喉の渇きが潤ってくれば効果が出ていると思います。これらの食品を食べたから毛が生えていく、抜け毛が少なくなるというものではありません。生活習慣、睡眠時間の確保、体質的に眠りが浅い場合は昼寝をする、8時間、7時間寝れなくても3時間を2回寝て1時間少しうとうとするだけでも体は休めますので、時間にこだわらずに睡眠時間を分割しても1日のうちでどれだけ寝ているかなど、眠りに対するストレスを少なくするという工夫も大切です。眠れないからといってスマホ操作をすると脳や体が熱くなってしまうので、抜け毛を起こしやすくなると僕は考えていますので、眠れなくても目をつぶって休むようにしてください。疲労困憊の方は極力仕事の内容を効率よくすることで体力を今以上落とさないように、当たり前のことですがそういった日常生活の過ごし方でも髪の毛に影響すると思いますので、健康面、美容面、髪のこと、すべてをトータルに考えて日常生活を送っていただくのが最良だと思います。今日の内容が参考になりましたら、
評価とコメントをお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は写真をタップして登録してください。その際に通知設定をオンにしておくと新しい情報がメールで届きます。合わせてご利用になってください。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。